クジノッケのトムです。さくらです。本日ははい不可能なルービックキューブ、イエーイ。不可能、新しいルービックキューブが出まして、はい、この名もルービックキューブインポッシブル。インポッシブル、不可能な、不可能な、じゃあそれを可能にしていこうじゃないか。可能にしていこうと、そういう企画でございます。なんだけど、ルービックキューブインポッシブルをちょっと見る前に、はいはい、これに挑戦する我々っていうのは、うん、まあ、一体どの程度のものなのかって一回お見せしておきたいなと。で、まあ、特にね、僕はこれまでの動画でね、結構クイズノックのパズル王としてさせてもらってますけど、まあ、トムとかはね、まあ、あんまり分かんないかなと思うので、まあ、一回やっとこうかなと思いまして、はい、こちらをご用意しました。はい、でちょっと一回これをバラバラにして、うんうん、どっちが早く揃えられるか、はい、みたいなのをやってみましょう。やってみましょう。いきます、よーい、スタート。だいぶ軽快な音が聞こえてる。ちょっと、はい、おー、早っ。早いね。今どこですか。今はもう1面揃って、2段揃って、はいはいはい、ここの4つの角の位置も揃ってみたいな。最後のとこです、ね、うん、揃えれるっていうのは知ってたけど、はい、ここまで早いと思ってなかった。これは期待できますね。ちょっと揃えていい。あのアディショナルタイムで、はい、揃えました。まあこれぐらいのね差はつくけど、まあ僕も揃えられるということで、クイズノック中でもねかなりパズルが得意な2人ということで、本物を見ていきましょう。では対面してみましょう。対面いきましょう。せーの、ルービックインポッシブル。これね、何これ、色が変わるの。見る角度が、あ、本当だ、違うと色が変わるの。あれ、福田さん同じですか。前見えてる面黄色ですか。黄色く見える時もある。何これ。見る角度によって面の色が変化する。まさに解くのが不可能、インポッシブルなキューブですって書いてある。おー、楽しみだ。マジで意味わかんないんだけど、やってみよう。おお、うわ、うわ、うわ、なにこれ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 、うわ、なにこれ、わ、すごい。あ、これ6面とも揃ってるのか。これが完成状態ってことですね。触った感じもなんか、あ、なんか違う、蛇腹みたいになってて、こっち向きに擦るとキュッキュッキュッって言うんだけど、横はなんともないみたいな。だから平行に引かれてるね。見る角度によって絵が変わるやつみたいな、あのカードとかにあるやつ、ね、うん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 、でできてるんだ。なるほど。うん、1枚のパネルって2色だよね、多分これ。だからこのこれはもう白と黄色のどっちかにしかなんなくって、赤とか緑とかにならないじゃん。あ、本当だ本当だ。一個一個見ると。これ真ん中色変わらなくないですか。あ、そうだね。真ん中はなんか A も B も、 A も B も白いやつとかもあるよ。え、そんなのありますか。うん、白の面俺2つ。どっかの角度から見た時に揃ってますねっていう面を6つとも作れば、うん、それでクリアなのかな。なるほど。これがだから1面揃える分には普通のルービックキューブより簡単になってるような気もするけど、あー、なるほど。でも6面揃えるとなるとより難しいんだ。なるほど。選択肢が多いから後で辻褄が合わなくなるってことだよね。崩します。崩してみよう。あ、もう戻れない。いやー崩しましたよ。はい、じゃあまあ1回揃えてみる。まず1面、まず1面揃えよう。まず1面いきましょう。私はいつも青から始めますよね。じゃあ青にしよう。一面揃えるのは簡単なんじゃない。こうか。青いっぱいあるから、とりあえずね、これでね、青一面揃ってると思うんだけど。え、早っ。え、これ揃ってないか。待って、これ揃ってない。そうだ、だから今俺がやったのは青く見えることがあるやつを9つ1箇所に集めたの。はい、だけど全部が青く見える角度がない。うわー、分かりにくい。え、さっきってさ、全部青いなって言ったじゃん。なってました、なってました。これ最悪なんですけど、これ青とオレンジなのに、うん、角度変えるとオレンジと青になる。それどっちか分かんないじゃん。だからパリティがあるってことですね。あー、パリティって要は、普通のルービックキューブでも分解するっていう遊びができると思うんだけど、うん、分解して逆向きに入れちゃうと揃わなくなるんだよね。うん、それを揃えようと思ったらもう一箇所逆にするとか、なんかセットでね、都合をつけないと絶対不可能な状態っていうのが完成しちゃうんだけど、これに陥る恐れがある。そうですね。え、もう本当にわからない。
このさ、要は今って横にやるとキューキューなるのと、あ、縦にやるとキューキューなるのが今混ざってるんだけど、これって良くないってことか。そうですね、全部横とか全部横キューキューか全部縦キューキューにしないとそういうことですね。ダメなんだ。キューキューし続けるキューキューしながら揃えなきゃいけない。キューキューしながら揃えるゲーム。うわー、だからこれあれだ、青いを見つけたと思ってこっちに持ってきた頃には青くなくなってることがあるやばすぎる。いやでも楽しいんです。あー、できたできたできた。待って、これできてない。あ、ほらほらほら、これ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 、ほら青いよね、これ青いよね。できてる気がする。一回見てほしい。できてるかな。これはお、えっぽい。ああるよね、青くなる瞬間あるよね。ありますね。これできてる。こういうことよ、こういうことだ。なるほど、すごい。ちょっと待って、これ一面それ大変すぎでしょ。やばい。でもこれはね、今ね、いわゆる完全一面できてなくて、つまり6面揃えようと思ったらここも揃わなきゃいけないんだよ。とはここも、あー、最強のルービックキューブの攻略方法が爪で擦る。一面がこんなに難しかったことを初めてですよ。いや本当そうだよ。あれ、あ、このキューブどこから見ても色変わらない。たまにあるよねそれ。え、白赤緑のやつがどこから見ても色が変わらない、うん、あ、本当だ。あ、何これ、何これ、え、これめっちゃ重要じゃん。てか、むしろこっから作るのが正解なんじゃない。白からの方が良かった説。白確かに色変わらないやつ3つあったんですよ。確かに確かに。この高等写像パネル高等写像パネル高等写像パネル中心に揃えてた方がいい説あるな。じゃあ白を、もう 白揃えるんでしょうか。グッバイ、俺の頑張って揃えた青。バイバイ青。この真ん中の白、緑、赤は絶対変わんないんだよ、うん、で、このキューブも変わんないからこれも絶対ここ で、ここに来るのが白に見えることがあるやつと赤に見えることがあるやつの組み合わせのキューブを見つけてきて入れたらいいんだよね。いや、白と赤か青に見えるやつがあるんですよ、ね、あるよね、あるよね。これどっちなんだろう。試しに入れてみた。白、あ、これ入れると、はい、キューキューの向きが違います。だからこれは外れだ。これは白青だってことですね。そうだそうだ。おお、すごいすごいすごい。こうやってやっていくの。お、向き揃ってる。これ完全嘘、一面っぽくないですか。嘘、ほら、青いし、赤いし、緑だし、あ、これ完全白だと思います。すごい、こっから見たら全然揃ってないけど。いや、これ、こことここが嘘、こっち縦キュキュで、ここ横キュキュだよ。あんなに頑張った。あ、できたんじゃない。お、うん、これできてるんじゃない。お、これちょっと見たいです。お、白っぽい時があって、青く見える、はいはいはい、赤く見えて、緑で、オレンジが、お、ぽいですね。ね、キューチェック。ははキューチェック。合ってます。ね、そうだよね。完全一面。完全一面がやっとできた。あ、これは完全一面っぽい。これでどうでしょう。確認します。これは、できてます。やったー。完全一面がこんなに嬉しいと。ということで、2人とも完全一面までいけました。こっからですよ。2段目やっていくか。2段目がやばい、わからない。1個絶対黄色いやつあるから、これは。そうそうそう。これオアシスだな、なんか。これ絶対黄色なんですよね。高等写像パネルめっちゃ好き、もう。あ、そっか。白はもう、さっきのこれが合ってるとしたら、うんうん、絶対白じゃないってわかるから。なるほど。それは色変わらないのと同じで、確定要素で。なるほど、なるほど。考えられるんだ。A 白 B 赤みたいなパネルは絶対赤として使う、うん、絶対赤としても考える。白緑があったんですけど、これ絶対緑だ。確かに確かに。あ、で、緑と青は隣り合ってないから、この青赤は絶対青じゃない。だからこれは赤だから、これ緑赤だ。だからこれでキュキュムキチェック、合ってる。赤緑が合ってる。え、確かに確かに、そうだそうだ。ああ、すごい、分かるとなんか解けるかもしれないね。2段できました。早い。ただし間違ってる可能性があります。今後詰む可能性もありますみたいです、はい、お、青い、赤い、緑、オレンジ、これ
は2段できましたね、きっといけてはいるよね、きっとそれで合ってますね。ただこのままやっていつか怖いクリア不可能盤面に落ちる可能性もある。ピュキュじゃ判断できないんですよね、これ青オレンジは。そうね、判断できないと思う。どっちも同じ向き、どっちも同じ向き、180度回転してもキキュの向きは変わらない。でもマジのコイントスね、これもうこれ2段できたっぽいかな。なんか違う気もする。別のオレンジですかね、これ青オレンジが逆なんじゃない。あ、逆向きにしてみます。ちょっと向きを覚えてない。いやそうだよね、普段あんまり向き気にしない。角を見ればいいと思ってるからあんまり気にしない。こうか、あ、この方がオレンジっぽいかな。多分できたと思います。できます。ああ、できてる、できてる、できてる。お、いいんじゃない。ってことは2人とも2段できた。いけたね。お、じゃあこのまま3段できるかな。ちょっと、あれ白どこ行っちゃった。もう自分で分かる。真ん中、そう、真ん中から行ったぞ。これもしかしたら揃うかもしれないぞ。え、あ、できたんじゃない。あ、できたかも。え、できたかもしれないけど自信がない。だってできたかもしれない。黄色く見える時あるよね、緑に見える時ある、オレンジに見える時ある、白く見える時ある、青く見える時ある、赤に見える時ある。できた。え、すごい。できたと思われる。できたと思われる。確認をお願いします。お、これは青、黄色、オレンジ、白、赤、完成。ポッシブル。すごい。ポッシブルでした。これは難しかった。私ももうほぼ完成なんですけど、なんか違うんですよね。向きが逆説ありますね。これの向きが逆。気がします。そのできてからさ、できたかもまでが長いよ、まず。あれ普通できた時ですぐ分かるもの。できた気がします。できた気がしますか。これでどうでしょう。青は、青はあるね、オレンジあるね、緑あるね、赤あるね、白いけて、黄色、完成です。いけてると思う。やった。いやでもできましたね。40分ぐらいやってたかな。40分ぐらいですかね。うん、絶対できないと思った。もう最初の方の絶望感やばかった。絶望感やばかったですね。1面目が、うん、本当になんかね、つかみどころなさすぎて、最後の方はね、これはないからみたいなできたんですけど、最初はもう情報がなさすぎて、いや逆なのか、情報が多すぎるのか、多すぎて、いや楽しかった。楽しかったね、めっちゃ面白い。ルービックキューブには無限の可能性があります。あるね。ということで我々は不可能ではありませんでしたと。はい、いうことでございます。もっと難しいのを作ってください。これより上を期待しております。ということでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それではまた。さよなら。今日の一問はこちら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンなどよろしくお願いします。概要欄に Twitter と LINE アカウントありますので、ぜひチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。